皆さんこんにちは、ペーソーでございます。今回もマイルドエスケープさんの脱出ゲーム実況解説させていただきます。今回のお部屋はルームナンバー79番 Y 氏の部屋からの脱出1プラスということですね。エスケープフロムミスターワイズルーム1プラスで、1にプラスということなんで、実はですね、こちらの私の攻略動画の方ではご紹介させていただいてないんですけども、ルームナンバー16番にY 氏の部屋からの脱出っていうのがもともとあるんですね。でそれを3D のこういう綺麗な画面にしてリメイクされたっていうことなんですね。では入ってみましょう。で解き方は全然違います。ただ後ほど紹介しますけども、あるアイテムをこうしてこうしてっていう部分は引き継いでいらっしゃいます。まあいつものようにぐるっと見てみましょうか。まずこんな感じで棚と脱出用のドアですね、で花瓶ですね、置いてありますね。でこちらは窓の方ですね、低めのテーブルと何か装置で、こちらはソファー、マガジンラックで観葉植物で何かちょっと秘密のありそうな箱で、細いドアで絵が飾られてますね。ではこちら面から見てみましょう。まずここにアルミ缶ですね、あるので取っておきます。で時計、ちょっと針の位置おかしいですね。まあ14時45分25秒とでも控えときましょうか。でこちらはこんな感じで色が変えていけるんですね。これもまだですね。でこちらティアーって書いてあります。でこうやると鳥さんのね表情変わるんですね。ティアーなので涙にしてあげればこういう形で開きます。でドライバーゲット。でこちらはこれ六角形、丸、八角形、四角ですね、まあ、これもちょっとヒント探してこないとダメですね。でこちらはカードを刺さないと使い物にならないと。で引き出しがビス刺さってるんでこれで取っておきます。で木ネジゲットしましたね。でろうそくでハートの2と書いてあるんでこれをどっかに控えておきます。でソファーダイヤの5、これもメモですね。でこちらに注射器でマガジンラックを開いて本を開くとポンポン線の作り方ということで、そうなんです、もともとのねルームナンバー16番の Y 氏の部屋からの脱出でもポンポン線を作るっていうね、こちらの作業があるんですけど、こちらも引き継いでおります。でスペードの7って書いてあるんでこれも控えておきます。で観葉植物ですね、ここに実は歯に隠れてオレンジの液体が置いてありますんでゲットしておきます。でこれですね、 HMS って書いてあるんでアワーミニッツセコンドっていうことなので、先ほどの時計ですね、これに準じた時間に変えてあげます。2時45分25秒あたりなんでこんなもんかな。はい、開きました。でここにカードあるのでこんな感じでね、でとりあえずオレンジの液体入れときましょう。でここは今のところ開かない。でこんな感じでカバさんが吊るされとるんですけどね。はい、こちらガクガクできるんですけど、ヒントは実はねこれなんです。 ARTE、 まあ上から TREA でもいいんですけども、ちょうどね A の形をしてどこを触るかっていうのをね記してくれてるんで、アートトリーなんでアート、トゥ、リー、この順番で触ってあげれば絵は動かすことができます。やってみましょう。アーと ART ですね。あ、ごめんなさい。T が左上でしたね。ART、T、
CREE、 はい、開きました。クラブ4って出ましたね。で、グリーンの液体と板、じゃあこちらにもグリーンの液体入れちゃいましょう。はい。で、次は4つの数字が分かったので、ここですね。これですね、スペードが7、クラブが、4でしたっけ。もう一回見ますね。あ、4ですね。はい、クラブが4で、ダイヤが5、ハートが2ということで、74×52 がここの交差と入れれるようになるんで、数字を入力します。答えは3848ですね。はい、水色の液体ゲットしましたよと。じゃあこれも入れちゃいましょう、ドボッと。で、あとはまだ溶けてないところというとこの辺とかになってくるんですけど、この機械まだわかんないですね。よっ。で、ここもまだ開けれないので、で、アイテムをちょっと一回見てみましょう。そしたら、あの水色のボトルの中にキーがあったんですね。で、このキーでここ開けてあげます。で、赤色の液体、レバーで、何か、あの狭くてね、とても入れないスペースだなと言ってますので、とりあえず赤い液体入れちゃいましょう。で、レバーはここですね。ここに差し込んでガコッとやります。そうするとこの隙間のところに水が流れ込むよということですね。で、液体は4つ入れるとここからマッチが出てくるので、ろうそくにマッチを火をつけ、あ、またつけちゃダメですね。あ、そっかそっか。で、今度この4色ですね。上から黄色、水色、緑、赤、黄色、水色、緑、赤。そう、ここですね。黄色、水、あ、行き過ぎた。水色、緑はそのまま。で、赤。はい、開きました。ノコギリが出てきましたね。じゃあ、ポンポン線が出来上がりますね。よいしょ。あとね、もう一個、ここに、裏側。はい、ここに乾電池がありますんで、取っておきます。じゃあ、ポンポン線作りましょう。で、ビースサイズ。あ、穴を開けなくちゃいけない。そうでした。ここも溶けますね。まずこれを数えます。四角、六角、四角。四角、八角、四角、四角。で、六角、丸、四角、丸。で、黄色が六角、四角、丸、六角。で、トータルすると、四角が、まあいい、まあいいや、ちょっとここでやりましょう。まずこれ六角形ですね。六角は全部で3つ出てきたので3。で、丸も、あ、六角ごめんなさい、4ですね。丸は3。で、八角形は1。で、四角形は7つ。はい、開きました。で、これにドリルで穴を開けます。で、ネジ入れて、ろうそく立ての、で、アルミ缶をバネ状にしなくちゃということなので、電池を使ってグリッと巻きます。で、電池は実はもうこれで用済みです。で、刺して火をつけ、あ、そうか、水入れないとダメでしたね。じゃあ水入れちゃいましょう。水はここから、おっと、ここから調達します。で、アルミ缶の中に水を注入で火をつけると。で、ポンポン線完成ですね。で、このポンポン線をここから流してあげると、ここの紐をブチーンと切ってカバさんが出てきます。で、カバさんの中にハートのキーがあるので脱出できますよ。ただしね、いつものようにハッピーコイン探さないといけません。で、今
回のハッピーコインはカバさんをひっくり返るとクロックっていうのが逆さ向いてますね。で、時計をもじった装置といえばこれですよね。なので真反対なんで針を反対にしてあげます。よいしょ、こんな感じですね。はい、じゃあここにハッピーコインありますので、これで改めて脱出です。さあ、いかがだったでしょうか。若干難しめですよね。まあ、あの色のボトル、特に黄色のボトルは完全にあの観葉植物に隠れてちょっと意地悪されてるような感じもありましたし、ちょっと頭ひねらないと難しいなというお部屋でしたね。で、あとはあのアートトゥリーの下りはあの実は他の面でもありますので、あの他の面でもああやってあの鳥さん泣いて TREA があのボーンと広がった時にはあの下りがあるんだなっていうのをちょっと覚えておいていただければ今後の攻略になるかもしれません。では今回のルームナンバー79番 Y 氏の部屋からの脱出1プラスですね、実況解説ここまでさせていただきます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。では皆さん、さよなら。